そういえばですね、最近犬神小野根さんと対談をさせていただきまして、なんかポルカが、いや実はね、もうすぐさ朝活もね100回迎えるんだよ、じゃあこのねビデオレターを送るね、こちらです。あポルカおはポル100周年おめでとう。100周年ではないです。いやすごいよ、すごいことだよポルカ。それ同じ時間にさ、そんな早い時間にさ、早い時間じゃないか、一般実感したら早い時間じゃないのかもしれないけどさ、いやでもさ6時半とかさ7時半って早い時間でいいよね。早い時間だよね。そんな早い時間にさ配信をつけてさ、そうやってリスナーさんとこうやって戯れてする時間を作ってるっていうのが、そうやってね定期的に作ってるっていうのがすごいなと思います。本当にポルカおめでとう。いやポルカとは最近コラボしたよね。コラボしたんだけどさ、あ待って、これ背景気になるわ。これ何これ、うん、何その背景。ポルカとはさ最近さコラボしたけどさ、もうなんか思ったよりもポルカと相性いいんだなって、あまあね勝手に思ってるんだけど、次のコラボとかのね予定も立てられたらいいなって思うんだけどね。まあお互いに体調ね気遣って自分の体調優先でね考えていけたらいいなと思うんだけど、いやポルカはねなんて言うんだろうな、なんていうのかな。ごめん、なんかでもさ、こんなさ、コーデのさ、そんな動画の時間にさ、咲く時間なんてないよね。いやでもさ、ポルカはさ、すごいなんか1時間枠とかじゃなくてさ、2時間とかやってるじゃん。おはようポルカでさ、おはようやってるじゃん。それすごいなって、もう2時間、2時間半とかやってる時もあるじゃん。それすごいなって思う。だから、2時間半の、まあ1分2分ぐらいコーデにくれてもいいか。どっちなんだよ。なんつって。まあ長いしたらね、リスナーさんもね、おいおポルカとの邪魔をするんじゃねえよってなっちゃいますからね。ここら辺でおいともしようかなと思うわけですけれども。はい。もう竹縄ですが、おめでとうのコメントでした。ありがとうね、ポルカ。本当におめでとう。ありがとう。お邪魔しました。またコラボしようね。またコラボしようね。100周年、イェーイ！イェーイ！イェーイ！あ、現実に持ってきちゃった。そんなね、コロネさんからのサプライズメッセージでした。送るよって言って、なんか100回記念になんか募集してんの？あ、全然何もいつもと変わんないよっつって、じゃあコロネが送ってあげるよっつって、100周年イエーイっつってたし、なんか後ろのなんか白いやつなんだろう、あれずっと気になっちゃって、なんかそこに仕込みがあるのかなとか、それでもなんかいろいろ映しちゃいけない、今の映しちゃいけないものあるから、なんか急にちょっと撮るからって隠したのかなと思ったら、あれなんだこれ、なんだこれ、ちょっと邪魔だなっつって言ってたので、もうコロネだなって思いましたね。撮り直さないし、なんか途中の間がすげえリアルだったな。なんかどこから突っ込めばいいのかわかんないけど、やっぱこれはコロさんだなって思いました。だからわざわざね、こんなビデオレター応援というかおめでとうのメッセージまでくれてありがたいことです。もうなんかいろいろ突っ込みたかったのに、コロさんが笑顔だからまあいっかみたいな。